カズハの熟知バフを使う前提でナヒーダを会心寄せでセーブ組むのってありですか？あ？あ？って感じ。今ちょっと待って、今私の脳みそ CPU が振り切れてる。いつまでもそばでお使いいたします。どういうことですか？ナヒーダはそもそも会心寄せでセーブ組むよ、うん、ナヒーダはあ、もちろん熟知特化ナヒーダも強いです。あの花とかで熟知100とかね、そういう花つけてもいいんですよ、ナヒーダは全然。だけど、まあ、ダメージ出したいならやっぱり回心ダメージ盛りたいんだよね。ナヒーダってキャラはそもそも回心寄せで組むくね。回心優先してちょろっと熟知みたいな、うん、時計だって熟知だしな。回心時計とかないしね。回心コップとかもないしね。時計とコップはまあ熟知にして、まあ、冠は回心率回心ダメージでいいからね、うん、まあ、ちょっとナヒーダを会心寄せで生物組むのはもともとそうだと思う。あ、何ファントム4セットナヒーダとか考えてる？これはファントム4セットナヒーダってどうだろう。ありかなしかで言うとフリーナがいるならでも森林4人でいいな、うん、いやナヒーダはそもそも会心寄せで生物組みますよ。でカズハの2凸と一緒に合わせて使うのはありだけど、うん、でもこれもね、場に出てる時だけだからね。カズハのフィールドの中にいる時に熟知上がるだけだから。うん。どうだろう。あんま、まあ、そうね。ナヒーダが場に出てる時はナヒーダの熟知上がるけど、どうだろう。ちょっと難しいな。難しいな。結局ナヒーダ、カズハのこの熟知バフって場にいる時だけじゃん。で、ナヒーダって結構控えにいることが多いから。結局ナヒーダは会心も熟知も両方頑張ってってなっちゃう気がします。ついねかな。ファントムって控えだ。あ、そうや、ファントム4セットって控えにいたら発動しないわ。ダメだね。だから結局ナヒーダは会心は、いや生物厳選はやっぱりきつい。まあ、会心寄せて、でも他のキャラなんか他の効果で熟知稼ぐのはありだよ。草元素共鳴とか、うん、発想自体は悪くないけど、うん、うん、会心、だからナヒーダはもともと会心寄せで組むかな。言っとくけど、聞くほど強いです。一番強いかも。一番、どうなんだろう。来年ナショナルに迫る勢いな感じするけど、どうなんすかね。よろしくお願いします。ちょっと構成見よっか。生物もね、今までのフータと環境変わっております。武器、青年ランク5、5万の杖です。生物が暇女4になります。今までずっと私はフータを締め縄縄縄で、フータを締め縄でね、ギュッギュッと縛って使ってきてたんですけど、締め縄縛りで、フータをね、ギュッと縛ってたんですけど、暇状4に変わりました。セイバコのおかげだね。で、スコア 42.4、熟知44の暇状の花。で、羽がスコア42、現茶 12.3 の暇状の羽。で、時計が HP 時計、スコア 28.0、熟知54、現茶 12.3 の暇状時計。杯炎バフ 43.0、現茶 5.8。で、冠が 28.2、熟知16の暇状です。で、暇状4セット。結構熟知を気にして厚めに持ってて、熟知114あるんで、蒸発反応、妖怪反応を起こせばさらにダメージ 1.21 倍になるし、でなんといってもね、締め縄って爆発使いづらくなるんだけど、暇状のおかげでエネルギー15没収されなくなったから爆発バンバン使っていけんのよ。でこの元素チャージ効率 130% あるから、まあ、60族のフータオだけど、まあ、50弱でバンバン爆発切っていけるから、それが強いね。ちょっと待ってね、フータオトップギアではないのでまだ。おー、でも銃撃一発で3万ダメージいくわ、すごっ。フータオは元素スキル使うと9秒間かな、攻撃力が HP のマックスの分だけ上がって、今4450まで上がってますね。すごいね。で、体力半分以下になると、まあ、ゴマの杖とか血のかまどの効果でもっともっと上がるから、マジで強い。バンガン行く秋は、あ、行く秋バンガンでも全然いいけど、私は行く秋やっぱ祭礼派かな。一応全キャラクター見せよっか。勝利先生武器セーフです。で、生物は適当に洗顔締め縄です。ちょっとサブステスコア意識してます。そのおかげで HP は34000めっちゃ多くて、会心71、会心ダメ155のセーフ槍としてはありえないぐらいのいいステータスになってる。で、エランが絶縁4で、まあ、武器弱水で、率86、ダメ254のエランになってます。まあ、ムキムキだね。で、ゆくあきは武器祭礼、まあ、祭礼使うと攻撃力低くなっちゃうんだけど、ゆくあきに一旦相性いいね。で、生物は水剣闘士、あ、水神社で攻撃意識して、回心率74、回心ダメ129、もうみんな仕上がってます。いや、めちゃくちゃ強いから見ててほしい。この左右ルコーでさ、水元素を通常攻撃でつくようにして、ここにフータオで縛く。
予言の勝利。オーマイガー、元素爆発蒸発一発20万はあ、え強っ暇者用フェーターをやるで、ね、ゆね、イエランのワイヤー一発で5万ダメージ入って、5万ダメージってやべえな、 5万ってやばくない？え、もうヒルチャールっていうか、そんじょそこらのヒルチャールとか余裕でワンパンじゃん。だいたい2万2000、2万3000くらいあればヒルチャールワンパンできるんで。え、快適ね。まあ、移動も快適で超強強の編成になっております。よろしくお願いします。うん、フータオとフリーナ、二人とも推しだよっていう人もね、ちょっといると思います。で、この二人ね、私からしたらね、かなり相性いいと思ってます。みんな的にはどうかな？なんか、フリーナの性能が出た時にね、相性悪くねみたいな意見してた人もいるんですけど、まあ実際結構意外と使ってみたらなんとかなる。うん。まあもちろんフリーナの星座によって、フリーナって結構星座で性能だいぶ変わっちゃうところあるんで、まあ無凸フリーナと1凸フリーナと2凸フリーナと貫凸フリーナで、まあ相性の良さ結構変わってくるところもあると思うんですけど、まあでも結構ね、相性いいので、ちょっとやっていけたらなと思います。はい。まずね、フータオとフリーナと相性いいポイント、その1は、やっぱね、生物ファントム4持てるところです。これはマジででかい。いや、てかフリーナいることによってできる選択肢ですよね。まあ、フータオは銃撃主体のキャラでさ、まあ、銃撃バフも相性いいし、で体力が増えたり減ったりしたら会心率が 12%×30 で 36% 上がると。でフータオはフリーナが来る前からファントム4セットを使うビルドっていうのはありました。フータオってスキルでさ、今の体力を3割消費して、まあ、これでファントム起動できるんで、まあ、回心率 12% 上げてさ、立ち回ることもできるし、あとはパーティー編成だね。なんか、行く秋のアメスダレの剣で体力ちょっと回復したりとか、あとなんか、劣化化反応でね、わざとフータオを受傷させて、それでファントム起動するみたいなビルドもあったんで、そうね、フータオ、ゲラン、行く秋、あと一人誰だったっけ劣化化フータオ、ナヒーダでやってたかな、私は。ナヒーダに武器緊迫施策持たせて、金箔って爆発使ったら体力回復してくるね。これで劣化化反応で体力減らして金箔で回復、アメスダレで回復で、フータオのスキル爆発で自傷回復みたいな。これでファントム4結構強かったです。ただまあこんなね、劣化化みたいなめんどいことしなくても、フリーナがいればね、この元素スキルサロンメンバーで体力をちょっとずつ削ってくれますから、まあこれでファントム4セットの起動が楽というのが、まあ相性いいポイントかな。で、あと他にもね、相性いいポイントがありまして、フリーナは元素爆発、万民のカルナバルを使うと、チーム全員のダメージバフを上げることができます。で無凸の人たちでも、まあ、テンション300溜め切れればね、テンプレベル10までは上げられると思います。無凸の人でも、チーム全員ダメバフ 75% まで上げられる。これはかなりでかい。フータオって、まあ、生物、そうね、まあ、コップ、杯を炎ダメージバフのコップ 46.6% にして、固有テンプ血のかまどが発動して 33% で、まあ2セットでね、まあ暇状2セットなりファントム2セットなりで 15% 足しても 100% いきませんから、フータオってちょっとダメージバフ欲しい子です。まあ、ここに万民のカルナバルがめちゃくちゃ噛み合うと。で、もともと炎と水の相性の良さもあるしね、うん、っていうのはでかいかな。で、まあ相性が悪い点挙げるとしたら、まあ、フリーナってチームに全体回復必須です。まあ、必須っていうか、まあヒーラーは必須です、うん、チーム全員の体力減ってっちゃうんだよね、スキルで。まあだから、チーム全員の体力を回復できるようなヒーラーが必須ね。で、これでもし回復しすぎてしまうと、体力半分以上になっちゃって、血のかまどが発動しなくなるよねっていうのがミスマッチかな。ただ、うまいこと調整してあげたら、フータオは体力半分以下で、チーム全員の体力は半分以上でっていう状況は全然作れると思うので、うん。やっぱね、めちゃくちゃ強い。ちなみにね、このパーティー使うとね、フータオで銃撃15万とか、えっげつないのが出るので、ちょっといろいろやっていきましょう。うん。で、他にもちょっといろいろ考えてます。いや、もちろんフリーナが無凸か二凸か貫凸かでも全然違うし、そうね、他になんか、どんなパーティーがありかな。もちろん、ゆくあきんとこはイエランでも全然いいと思う。うん。ゆくあきんとこはイエランでも全然いいし、そうね、ジン団長。水の付着が強いなら、例えばゆくあきが貫凸してるとか、イエランが二凸してるなら、白術にしても全然蒸発を起こしていけると思うな。うん。他にはなんかあるかな。なんか、カズハで水の拡散作って水付着を無理やり作り出すとか。どうだろうかな。いろいろ思いつきますね。バーバラとかも全然ありだと思うしな。
あ、他にもなんかベネット入れるパーティーもありますよね。あの、フータオとベネットを一緒に入れちゃってね。うん。一応、フータオとベネット相性。あ、でも、悪いか。あの、体力半分以上にはなっちゃうんだけど、ベネットで攻撃力バフは確かにエグいし、炎、貫突の炎バフもあるしね。いろいろありだったりして、まあ、なんかちょっと君らでも、ちょっと模索してほしいなと思います。うん。ディシア入れるとすごい安定する。先生、水元素どうする？可能な限り蒸発反応をフータオで起こしてあげたいんだけど、いける？どうかな？うん、で、今んとこやっぱ神団長が使いやすいのかなって感じ。うん、強いけど、噛み合ってなさがなんか気持ち悪いんだよね。いや、全部噛み合ってね。今から実演するって。フータオの体力が半分以下で、で、まあ他の3人の体力が半分以上の状況を作れてれば、もう、スーパーオッケー侍ってわけよ。うん、結局な、フータオって自分のスキルで自称できるから、結局半分以下の状況にできるぜ。フリーナでスキル切って、爆発切って、まあ、行く秋で爆発切って、ジンで爆発切って全体回復しつつ、どうか見てよ。この時、フータオ体力ずっと半分以下ですからね。で、チーム全員半分以上でサロンメンバーにバフがかかってさ。で、テンションマックスですからね。元素スキルの効果切れたし、回心率不安定やけど。光輝くがいい。神団長爆発たまる？たまりますね。あ、でも今フータの体力どうだどうだどうだこれちょっとダメなパターンか。うん、これちょっとダメなパターンやな。神の回復力落とさんとな。まあ炎バフ 33% は腐ってるけど、うん、まあ言うて血のかまど腐ったところでフリーナンのバンビンのカルナバルのバフがえぐいので、まあ、一緒に入れちゃうのはいいな。うん、これだけで弱い判定するのはエアプ。いや、マジでエアプだと思う。勝利がいないのがきつい。あー、なるほど、なるほど。いや、別に勝利も全然入れていいとは思うぞ。シールド貼りながらでもね、勝利のシールド貼りながらでもね、その あのフリーナでさ、体力減らしていけるからファントム起動できるし。まずはフータオにファントム持たせてあげられるメリットを、ちょっと重く見てほしいな。うん、万民のカルナバル使って探索の移動時間でちょっとロストしたな。まあまあ、うお、めっちゃいい、完璧やんこれ。あ、てか敵死んだし、ダメージ何ダメージ与えてるかわからんまま死んだわめっちゃいい感じじゃない。サロンメンバーがダメージ出したらちょうど体力半分以下にしてくれますからね。いや、フリーナとフータをマジで絶妙に相性いいんだよな。体力ぴったり半分以下ぐらいのところに残しといてくれてね、減らしすぎることがないから私はめちゃくちゃスコだわ。フリーナだけで敵解けそう。これはそう。うん、フリーナ2突必須か、これ。いや、今のパーティーは無突でも使えるようなパーティーにしてる。うん、いや、ジン団長使ってんのは、無突の、フリーナ無突の人でも一緒に使っていけるようアピールだね。まあ、一回組んでみてくれ。フータオ、フリーナ、イエラン、ジン。ジンかな？水付着のこととか考えたりしたら。別に、薬術とかでも。水の付着、行く秋が貫突してたらね。だいぶ水元素作量増えたりするから、薬術でも全然いけんなこともないと思うねんけど。銃撃で15万ぐらい出ると思うから、ちょっとやってみよう。バーバラも合う。いや、全然バーバラもありだと思う。今んとこありだと思ってんのは、バーバラ、薬術、なんかちょっとヒーラー別で準備してね。なんかカズハ入れて、水の拡散無理やり準備したりとか、なんか水のスクロー。まあ、バーバラで、と水スクロースとか、まあ、結構いろいろ組み終わる。フリーナ来てからほんまにいろんな原神のパーティー編成の自由度が増えてね、私はめっちゃスコですわ。ミカは攻撃速度使うパーティーに個人的には入れたいかな。攻撃速度とか物理軸だね。フータウンとことはにはちょっとスペースないんじゃないかな。全然ありだとは思うが、パシャパシャ。オッケー、万民のカルナバル、ジンで一気にテンションマックス、行く秋爆発パシャパシャで、フータウンスキル、みえ、うわ。何ダメージ入ってた今何ダメージ入ってた今何ダメージ入ってました。見えてなかった。てか、0時じゃないじゃん、今。昼じゃん。行くで。スキル使って。で、まず、行く秋のエネルギー貯めるわ。パシャパシャ。やっぱ、祭礼いいですね。で、神団長も現着かなり高いんで。まあ、もう一回、風圧剣使ったらたまんじゃねえかな。OK! 準備完了。フリーナスキル、爆発。で、神爆発。行く秋爆発、これで、あ、これあれか、始まった時点でフータオの体力が結構あったな。まあまあまあ、8万5000。
あれ15万ぐらい出るんだが、出てほしいんだが、でね、ちょっとえ、このパーティー弱い、いや、しくってないよな。なんかでも火力出てなくね、8万5000ダメージ。もっと出るだろう。うちのフータオは蒸発で10万ダメージくるようにできるようになってるぞ。なんかミスってた？なんかミスってた気がする。フリーナに聖剣の鍵持たせてほしい。あー、それは大いにありだな。聖剣の鍵は、元素スキル3回当たったら HP の分だけチーム全員の熟知上げられるんだよね。あ、13万出てた？あれ、じゃあ銃撃で蒸発起こってなかったか、もしかして。じゃあ13万ダメージ出てたっていうのはちょっと変だな。え、そうだよね、13万ダメージぐらい出るよね。でも銃撃で8万って見えたのはなんだ。銃撃で炎元素が付着してなかったぞ。じゃあ水元素足りてないのか。ちょっと別の問題が発生してる今。待ってや、今体力はまあいい感じか。スキル使って爆発切って、ジン爆発切って、ゆくあき爆発切って、フータをスキル切って、何ダメージ出てる？なんかでも銃撃のタイミングで炎元素付着してないな。ゴマとかまどが発動してないんじゃ。血のかまどとゴマが発動してなかったとしても10万ダメージは平気でいくと思うんだけど。あれか、やっぱ回復しすぎか。8万5000だな。フータの体力半分以下にできてないな。ファントムの秘境で銃撃16万出て、ファントムの秘境だからね。じゃあやっぱ回復しすぎか。通常攻撃で蒸発起こってる。いや、それでも水元素が残ってたらね、蒸発するんだよな。フータオの銃撃は元素付着クールタイムないから。こうして、いや、でも HP 半分以上になっちゃいますね。ダメじゃん。じゃあなんかジン以外のキャラを模索するしかないな。ボツやん。回復しすぎならもはやベネットの方が良さそう。そうね、それならベネットで程よく回復回した方がいいな。貫突だから勝利でいいのな。あ、でここで私が受け付けないのは、一応ね、フリーな貫突してたらね、チームにヒーラー入れなくていいです。いや、フリーな貫突効果だけでもう原神で最強合格のヒーラーになるんで、もうチーム全員の体力はもうちょばちょば回復して、もう全然減らなくなる。貫突フリーナはね、これ使えばもうヒーラー入れなくていいじゃんって言われたらもうそうなんやけど、まあ、でも貫突フリーナ持ってる人なんてごく少数だと思うから、それは使わん。やっぱ回復しすぎ、いや、回復しすぎ説はあるかもしれない。水元素、いや、行く秋先フリーナ爆発で、ここの陣の爆発でストップ。ここでフリーナとゆくあきとジンの体力が半分以上ある。でフータオの体力がスキル使った時に半分以下になってれば完璧。まあ完璧だな、これで11万出てるわ。いや、まあ王城夜行でいいのは間違いない。王城夜行が強いのはね、それは当然なんだけど、いや、フータオフリーナもマジでいけるし、それに匹敵するぐらい強いよねって話だ。無理やり組ませてる感が否めない。え、同じぐらい強くない？なんでなんかみんなそんなフリーナフータオのパーティー編成に否定的なのかがわからん。いや、フリーナはマジで聞く価値あるぞ。なんか君らと私で感覚ずれてるんだよな。なんかね、フリーナの情報が出た時もね、フータオと相性悪くねみたいなちょっと言ってた人たちがいてね、全然相性いいでしょって思うんだけど。いや、私暇所の4セットの生物あんま好きじゃないんだよな。あれほんまに使いこなせてんのディルックだけだから。いや、結構ね、フータオは暇所4、暇所4、暇所4って言われてんねんけど、ぶっちゃけそこまで頭カチカチにせんで、暇所洗顔とか、暇所吸気族とか、いや、吸気族じゃねえ、暇所、なんかあったっけ、暇所洗顔、暇所ファントムとか、あと、フータオ、生物、あんま話題になってないけど、金メッキ4セットとかめちゃくちゃ強いからね、金メッキ4。どれだっけ、金メッキ4セットで王城夜行とかで組んだら4セットだけで熟知230稼げますからね。暇所4とどっちがいい？暇所4の方がそれでもいいかな。どうだろう。でも全然差ないよな。あ、なんかね、暇所生物って汎用性ないじゃん、正直。あんま使われないじゃん、暇所4。なんやけど、なんかみんな暇所4が強いよってのを信じてすっごいこもってんねんけど、私はそれはあんま良くないと思うんだわ。
ていう話です。死んでもうた、タル爆弾で死なせてしもうた。え、もう7万9000だな。なんだ、なんか水付着がやっぱ剥がれてる気がするぜ。金メッキ封筒で、あ、金メッキ封筒で使ってる人も多いよね。そう、暇状の源泉ガチガチやってもね、正直私は割に合わないと思ってるから。そう、暇状4否定派っていうか、まあ、否定派別に強いとは思うねんけど、そんな頑張って厳選するもんじゃないぞ。君らはディルクを本気で厳選してるのかと思っちゃうだけだ。暇女は終わったんだよ。いや、まあ暇女は今後もっと相性いいキャラクターは出てくるかもね。いや、元素スキルがポン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 って押せるキャラだと暇女はほんまに炎バフ 37.5% になるからでかい。フータを暇女4セット効果をね、1回分しか使えてないから、そう、もったいないなって思っちまうんだよね。さて、わざとタル爆弾でいい感じでタル削っとくか。オッケー、ここぐらいでちょうどいいんじゃない。フリーナで爆発切って、スキル切って、左右爆発、これ完璧ちゃう。これでフータをスキル使ったら、いや、左右でめっちゃ回復して、何だ、めっちゃ回復したけど、これ左右か、ごめん、左右めっちゃ回復するやん。いやー、まあそうか、まあこれで回復量がとかそういうの気にするよりは、もう王女親子を適当に使ってる方が楽だわな。うん、二突前提で、ここで無突フリーナだったらどんぐらい、やっぱそうか、うん、やっぱフリーナ一突二突してないとやっぱでもテンションたまらんよな。ここどうにかならんかな。うん、無突想定だとしたら全然テンションたまらなさそう。緊迫でテンションは、まあ、6秒経った後、6秒経った時に、なんぼ、チーム全員の体力 6% 回復、18% 回復だから、72溜まる。で、クラバレッタさんたちが勝手に攻撃して、これで HP、削ってくれるじゃん。まあ、それでもそっか、テンション全然溜まんねえな。無凸フリーナならやっぱり神壇上とかになるのか。無凸だとたまらないっすね。やっぱ無理か。これ、無凸ならきついな。フリーナはマジで二凸してからが本番だとは思う。まあ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 。いや、ここまでめんどくさいこと考えるなら王城夜行でいいじゃん、まあね。ちょっと論破できねえ。いや、これフリーナ爆発使い忘れてる。越境の渦に。で、緊迫兵像だから12秒のクレタイムで撃てまして、罪認めさせて、これもうめっちゃ軽く出るでしょ。15万、わお、えぐいな。無凸なら陣とか白術でフリーナのテンプ貯めた方がいいかな。無凸ならフリなんか陣とか白術な気がします。行く秋より二凸イエランの方が水元素めっちゃつけるで。いや、知ってる知ってる。じゃ、イエランの二凸はあれなんだよな。無凸イエランの 1.5 倍の水元素付着量になってね。ゆくあきがあれだっけ、貫凸か、貫凸してないかで235235で、確か水付着が無凸ゆくあきの 1.2 倍ぐらいかな。え、水の付着量って確か二凸してるイエラン大なり、貫凸ゆくあき大なり、二凸してないイエラン大なり、貫凸してないゆくあきなんだよな。確か水の付着量。うん。いや、それは大丈夫。まあ、イエランにした方が水元素はめっちゃつくし、二凸してるイエラン。で、ここイエラン持ってて二凸してる人はイエラン入れて、で、二凸してるイエランとかめちゃくちゃ水元素つくから、それならもう白術も入れて大丈夫だと思う。うん。これなら、まあ、白術入れたらめちゃくちゃテンション余裕持ってたまるからね。これはありだね。フリーナって貫凸で通常6万とか普通に出るとな。それは爆発のバフ込みだね。うん。螺旋で試したら、いや、このパーティーで使ったらでも回復しすぎるよ。絶対回復しすぎるよ。まあまあ。それで言ってくれ。いや、まあ、フータオの体力は半分切らなくなると思うけど。行ってみるか。シャルロットはダメですか？まあ別にフリーナとシャルロット自体は別に相性いいと思うから全然いいよ。ジンいるならジンだとは思うがね。フリーナスキル。爆発、イエラン爆発、薬も毒になり得ます。治療しな。
うん、全然水元素 ついてるだでも体力は半分 には絶対ならんまして私の白術貫突だからな。うん、血のかま、固有テンプ血のかまどは絶対腐るね。水元素の付着は十分。いや白術強えな、やっぱり。言うて銃撃で10万出てますね。テンションが上がればダメバフフリーダめっちゃ配ってくれるかな。別に血のかまど腐ってもいいんだよなあ、でもゴマの杖が腐ってんのはちょっともったいないか、うん、本当は攻撃力5400とかいくんだけど、5000いくんだけど、まあ、4600で止まっちゃってるし、うん、まあまあまあ、でもいいね全然。まあなんかこういう時、こういうパーティーで使うなら、まあ、フータオの枠縁飛とか全然いいと思う。縁飛フリーナイエラン白術とかね、体力の量をもう回復バンバン回復してもろてみたいなパーティーやから。